どうも、ハンサムクラジです。今日はタリーズの新しいドリンクに美味しそうになってたので買ってきました。その名もマスカルポーネティラミスラテです。洋酒の風味がエスプレッソと溶け合います。コクのあるマスカルポーネホイップがまるでイタリアンドルチェを思わせるスイーツドリンクです。ドリンクが言えない。ラテなので、せっかくなのでホットでいただきたいと思います。じゃじゃじゃーんと。香りがめっちゃいい。乾燥したベリーに、これは、このコーヒーパウダー、これなんだろう、このココアパウダーみたいなのかかってて、クリームがマスカルポーネクリーム。マスカルポーネホイップなんだ。美味しそう。これ自体がもうスイーツみたいな感じなので、特になんかドーナツとか買わなかったけど。ティラミスですからね。ちょっとティラミスの味になってるのか確かめてみます。いただきます。美味しい。ホイップうまっ。あー、イエスラム。あー、結構甘いですね。でもやっぱでも甘めなのがいいよな。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ムッキューハンサムです。美味しかった。あー、カフェラテいいですよね。最近寒くなってきたんで、だいぶこういう時にこうカフェラテ、甘いカフェラテってすごい心がホッとしますよね。本当にティラミスを食べた時のような。ティラミスってあれは、そこがコーヒーを染み込ませたビスケットじゃないですか。このコーヒーのドリンクの上にマスカルポーネのホイップが乗ってると、ティラミスっぽくならないわけがないみたいな感じですよね。すごい美味しかったです。もうちょっと濃厚だとさらにティラミスっぽいかなと思いましたけど、やっぱそこはドリンクなんでね、飲みやすく仕上がってるなと思いました。あとドライストロベリー真ん中に乗ってたんですけど、かじった時にほのかに酸味が広がって、それがまたアクセントになっててスイーツっぽいなっていう風に感じましたね。これアイスも飲んでみたいな。アイスの方がきっとティラミスっぽいですよね。ティラミスもだって温めて食べるってことないだろうから。はい、これもティラミス好きな人一回試してみるととてもいいんじゃないでしょうか。結構甘くて美味しいし、ティラミスっぽさもあるし、ちょっとホッとできるね、冬っぽいクリスマスっぽいような味のドリンクでした。ぜひお試しあれ。以上、ハンサムクラジでした。バイバーイ。